速く走ること、それは言葉にできないもの。この気持ちのおかげでいつも起きることができる。体的にもメンタル的にも自分の体のこの日々の調子が分かる。だから体調とかもあんまり崩さないことがないですし、そういう体調が分かりますし、体が 100% 必要だったらメンタルも 100% もう同じじゃないと多分やっていけないかなと思ってますね。練習後はとてもスッキリしていて、翌日まで平常心を保ってくれる。さあ、マインドを連れ出そう。朝日とともに。